1>, 1期目は比例で復活という非常に悔しい思いをしましたけれども、人生で初めてこうして万歳をみんなでできたことに本当に感謝しておりますし、この責任の重さ、この北海道3区で唯一選んでいただいた国会議員としてのこの責任の重さをしっかり引き締めて、これから一生懸命頑張ってまいりたい。